すずる TV。 ゼレゼレ、どうもすずるです。毎日ラーメン健康生活京都編もね、いよいよ大団円の大団円を迎えるということで、まあ、ラストということでね、ちょっとも名残惜しみつつもこちらのお店来ちゃいました。ドン、叡山電鉄叡山線一条寺駅から徒歩5分ぐらいのところにありますラーメン荘夢を語れさんにお邪魔します。京都ではね、ここ一条寺っていうところは結構ラーメン激戦区として、まあ、有名なところみたいなんですけども、その中でもね、ひときわ異彩を放つ、まあ、二郎系としてねやってらっしゃるお店ということで、お店自体はねもう結構前からしてて、とってもね行きたいなと思ってたので、早速行っちゃいますか。レッツゴー。さあ、ラーメン荘夢を語れさん食券制です。すすれは今回豚ラーメンに生卵をチョイス。コールは野菜にんにく油です。行列ができていたので、どれだけうまいのかワクワクしながら待ってると。来ました、こちらがラーメン荘夢を語れさんの豚ラーメン野菜にんにく油増し。おお、すでににんにくと醤油スープの香りがうまそう。この見事な豚のボリュームもガツンときそうです。それでは、いただきます。さあ、まずは生卵を高速で溶きます。そして油のかかった野菜から食らう。ほう、油の甘みと野菜の甘みが最高にうまい。柔らかめの茹で加減でしっとりとした食感がこの油の味にとてもマッチしています。この時点ですでに出ちゃいます。野菜、さあ、でお次はこの極厚の豚を食らう。ぎっちりとした歯ごたえがあって、濃厚なスープをかなり吸っていて、めちゃくちゃ最高、最高です。さらにもう一個一口で食らって、野菜また食らったらもううますぎて泣くよぐいす平安京です。さあ、いよいよ麺いきましょう。極太の平打ち麺をすする。おい、弾力のあるゴワゴワ食感で濃厚な醤油スープを吸いまくってて、素晴らしいほどうまい。ギトギトな背脂の旨みがこれでもかと味覚を刺激してきて、この麺から離れられなくなってしまいます。ではお次に生卵に絡めてすすってみましょう。ダヴィンチ、マイルドな黄身との絡みが美味しすぎて、もうこれが最後の晩餐になってもいいくらいです。さあ、今度は正面からぶとくろって、上から麺すすって、別皿の油に絡めて、はい、すする。おいおいおい、まだまだうまさが隠れていたなんて驚きです。今までのラーメンでトップレベルかも。こうなったら一人の男と一杯のラーメンのぶつかり合い、麺すって、あ、豚食らって、最後の最後までこの最高のうまさをすすりまくってやる。さあ、もう最後の麺すって、本日も完食です。というわけで大変すれました。もうとにかく理屈抜きでめちゃくちゃうまい、最強で最高の一杯でした。ではアンガストレース。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン荘夢を語れさんに行ってきたんですけれども、いや、もう激うまでしたね。もうこれに関してはもう言うことがない、もううまいとしかもう言いようがないぐらい、もうあのラーメンの中に入ってるものがもう全部美味しかったですね。でもほんとこの近辺ってか、もう京都に住んでる人がもう羨ましくなるくらいのうまさでしたね。京都はね、ちょっと今回で一旦終わりなんですけども、もしもまた京都に来るような機会があったらね、やっぱ絶対訪問したいと思います。またそれではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン荘夢を語れさん、そうだ、荘へ行こうや。はい、ズルズル、どうもすするどす。京都にもね、たくさんラーメンがある中、今回2店舗しか行けなかったんですけども、またね、京都に立ち寄ることがあったら、その時はまたラーメンをすすりに行きたいと思います。次にね、すするが行くことになるのはあなたの町かもしれません。